い、こんにちは、バートマンです。エリゴリです。今日はですね。はい。皆さん、はい、なかなかできなくってお悩みらしいです。アドリブを、アドリブの基礎の基礎の基礎をやってみたいと思います。こっからまあちょっと3回ぐらい、はい、アドリブについて、おまあ、ちょっとやりたいなと。はい、3回じゃ多分終わらないんですけども、まあ、とりあえずこれが分かると分かりやすいかなと、どういう練習したらいいのか分かるかなっていう感じで、考えてます。はい、まあ、とりあえずやってみましょう。はい、よろしくお願いします。というわけでですね、今日は新企画ですね。おお、もうなんかね、細かくやろうと思ったらギターなんかいくらでもやれますね。ああ、まあそうです。俺無限に喋れる自信があるもんだって。でもやっぱりこのね、一番ね、お悩みが多いのは、はい、実際コメント欄とかにも、アドリブできないんですよねとかっていうのが多いんですよ。特にまあ、まあ僕のチャンネルは、はい、今までほら、早弾きやりました。うんうんうん、ね、コードやりました。全部、いわゆるなんかパターンがあったり、元の曲があるからそこに追いつくためとかのレッスンが多かったと思うんですけども、ちょっと、アドリブにね、うんうんうん、本当に自分でもう何もない状態から自由に演奏するためのノウハウみたいなことを、ちょっとやりたいと思います。はい。はい、というわけでですね、そもそも指が動かない。はい、スケールとかわかんない。うんね、あとはもうコードの押さえ方も、キーもよくわかんないみたいなことね、はい、そういうことでまずお悩みだったら、はい、ぜひチャンネル登録してですね、過去の動画を見ていただきたいなと思います。そこに大体書いてありますんでね、はい、まあいろいろ YouTube の方もね、うん、YouTuber のギターの先生も言ってますんでね、うんうんうん、それはまあ参考にしてもらったりしながら、うんね、はい、これからもですね、まだ続きやっていきますんで、はい、チャンネル登録して、わからないところはですね、先にコメントしてですね。ね、そうですね。そしたらまあ次の回で出てくるかもしれません。確かに、はい、そうですね。今、連続で撮ってますけど。ちょっとまだ見れないですけど、ね、まだ見れないんですけど、次の時はまだ見れないと思うんですけど、残してもらえばその次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 ぐらいで、ね、答えるかもしれませんね。そうですね。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ、こう、アドリブをやっていきます。もう、ネゴリもね、アドリブは多少できるよね。まあ、そう、まあ、多少そうですね。多少ね。アドリブってね、もう、どこまでもさ、はっきり言って、やろうと思ったらできてさ、すんげえ人いるじゃん、やっぱし。だから、もう、多少できるよねっていうか、ほんのりできますぐらいしか言えないよね。まあ、そうですね。大体ね。なんかこう、周りを見ちゃって、こう、萎縮するっていう。なんか、すいません、みたいな感じ。ね、なので、まあちょっとそこの基礎をちょっと、どういうふうにまず考えるべきかと。アドリブというものをどういうふうに、なんていうの？身近なものにするか、みたいな、はいはいはい、ことをやりましょうよ。で、じゃあですね、はい、ニョゴリ、はい、今日もまた C でやりましょう。C で。ケンジトシステムでずっと C やってきたんでね。はい、はい、はい。はい。まあ C と、はい、まあそうだな。じゃあ C と G だけでやろうか。C と G。じゃあこれ弾いて。全然もう最初しかもう。そうそうそう。できないよね。そうですね。じゃあ、教えるわ。はい、ね。うん、まあ、そうだよ。うん。じゃあ、そこまでね。はい。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、ありがとうございます。もう、なかなか。モザイクです。いやいや、いや、いや、嫌なんです、もう。恥ずかしめに、どういうことする。いやいや、まあ、ごめん、いや、はい、要は、僕が分かっていただきたいのはね、今の実験で分かっていただきたいのは、うん、いくら、こうやってフレーズを、うん、覚えたところで、聞いて、なるほどって思ってパッて弾けたでしょ。もう、エネゴリも長いですよ。ギター歴めっちゃ長いけど、うん、もう聞いた鼻から 50% ぐらいは忘れてるよね。あ、そうです。で、明日になったら7割忘れてる。うんうんうん。もう、科学的に出てるそうですからね。ああ、なるほど。そうそうそう。なので、もちろん、例えばまあ、すごく感動して、
そのフレーズが覚えたいと思ってても、もやっぱり 50% ぐらいは忘れてしまうっていう。どんなに感動してもですよ。はい、それはもうね、はい、やる気とか、理解力とか、じゃないんですよ、実は。あー、なるほど。でしょ？そういうことでしょ？だから、エネゴリ、今まで、だってパッと言ったら弾けるエネゴリでも、瞬間じゃわかんないし、これを繰り返させてもらっても、多分、繰り返させる時間をね、設けたとしても、明日には忘れてんのよ、半分ぐらい。ああ、はい、はいはい。そうそうそう。だから、実はフレーズの練習というのは何が必要かというと、復習なの、ずーっと。そのフレーズをさらにまあ、早く弾きたいとか、ね、早く弾きたいとか、まあ、覚えるために何度も弾いたりとかっていう、その、なんで、明日もやる。明後日もやる。はいはいはい。これが一番大事ってことなのよ。そう。でも、じゃあ、それ、っていうことはさ、一個のフレーズを、僕はだから、まあ、推奨してるのはね、一週間、ずっと一個のフレーズ練習したらいいよって、なんでかというと、すり込むためなのよ、それ。あー、なるほど。そう。で、またね、これがね、まあ、面白い話なんだけど、早弾きの人たちって、早いのはめちゃくちゃうまいけど、遅いフレーズは下手ってことがあるのよ、よく。おー、なるほど。それはなんでかというと、早いじゃん。早いから、弾けないじゃん。だから何度も練習するじゃん。だから早弾きはうまいのよ。あ、なるほど。うん、でもね、ゆっくり弾けないっていう時があるわけよ。っていう人がいいの、全然。まず初心者で、ハードロックとか好きな人って、もうめちゃくちゃ多い。ああ、はい。ゆっくり弾くと、めちゃくちゃスピード感ないね、みたいな時がある。なるほど。そうそうそう。あ、でも、早く、うわらーって弾こうとすると、めっちゃ早いみたいな。そういう、なんでかちょっと繰り返してるから。ああ、弾き慣れるっていうか。そうそうそう。でも今のさ、フレーズとか、こう、例えばこのフレーズなんて、何度も練習しないじゃん。わかる？その場で弾けるから。ここに落とし穴があるのよ。ああ、そうですね。はい。この動きだけできて、OK みたいな感じで。OK、OK、できた、できた、できた、みたいな。ね、うん。ああ、なるほど。そうそうそう。例えば、わかんないけど、そんな、例えばさ、カエルの歌っていうね、例えばこの間もやったけど、この間やったカエルの歌なんかさ、めっちゃ早く練習してやろうなんてはまず思わないじゃん。だからメロディーによっては、早くする必要っていうか、早くするとわかんなくなっちゃうメロディーもあるわけですよ、要はね。そんな早回しにする必要はないと。いうのがあるとね、やらないでしょ何度も。確かにそうですね。そうそう。だから、まあ、身に入らないっていうのももちろんあるのよ。で、まあ、それ、これはね、アドリブのっていうか、その、皆さんが思っている、アドリブって、こういうもんだと思ったから、話したんだけど、まあ、結局フレーズを習わないと、弾けない。でも、フレーズを習っても、すぐ弾けるから、なんか復習しないっていうところで、陥ってるんじゃないかと。いうところで、一つのフレーズも何度も繰り返さないと、体には入ってきませんよ。これまず理解してほしい。はい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 。なるほど。でも、アドリブは実はでもそういうことじゃないのよ。ね。要は、自分の中からメロディーが湧き出ないと、要は延々と単語帳を読むようなもんで、ああ、なるほど。フレーズ、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 フレーズで何万語を覚えれば。そうですね。なんかこう、そうですね。そう。だって今、ね、一単語を一週間かけなさいって言ったわけじゃん、俺。そうですね。一単語を一週間かけてたら、じゃあ何週間かけると？あなたの人生のどこぐらいまで行けば、35ぐらいから弾けるんですかみたいな話になってくるじゃん、例えば。そうですね。二十歳から始めてもね。そう。だから、問題はそこじゃなくて、そもそもちゃんとアドリブから入ってるかってことなのよ。ここが大事。アドリブを始めよう。いわゆるアドリブそのものをちゃんと分かってるかみたいなところ、ね。そう、みんな不思議なんだけど、フレーズの練習をすればアドリブができると思ってるし、スケールの練習をすればアドリブができると思ってるんだよね。なるほど、なるほど。うん。コードの練習をするとアドリブができないと思ってる。だからコード弾かなかったりするじゃん。はいはい、はい。違うんだよね。だからケージとスケールコンとかでも、にも、でもやりましたけども、コードが分かってくるとポジション見えてくるから。逆に言うとアドリブがしやすくなるし。またそうですよね。コードの型、コードがこういうコードだったら、まあこの音使えるなっていう見方も。そう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 。っていうことなんですよ。まあそういう風な感じでイメージで捉えていただけたらいいと思うんですけど、めっちゃ長くなってきたね。はい。というわけで、何がしてほしいかというと、はい、今のじゃあ リズムを、とコードを使ってですね、はい、ドとレ、ね、ドとレだけでアドリブしようよと。おー、なるほど。まずこういうことから始めていってほしい。うーん。うん、だからここだけ、これをもう適当に自分が思いつくようにパタパタやると。
ほう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 。そうそうそう。なるほど、なるほど。ダーン、ダーンって頭の中で、もうこの音程二つ覚えるじゃん。ダーン、ダーン、ダーン、ダーン。はい、じゃあリズム出してください。になってると思わない。ちょっと、2個しかないの。だから、まずこういうね、脳みその中でメロディーを組み立てる。リズムにしてみるとか。ワン、ツー、スリー、フォー。タタタタ、タタタタ、タタ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 みたいなさ。こういう風に、リズムにしたい、リズムつけてみたり、メロディー、うんうん、ちょっとメロディー、コードの響きがあれば、うんうん、メロディーのように聞こえるじゃん。あ、ただこれと二つだけをね、延々と一人の部屋でやってるとちょっとやばい。ちょっと、あのオタク大丈夫ですかみたいに近所の噂になるけど。そうそうそう。でも、大事なのは、うん、まあ、その、頭の中で、やっぱりメロディーが繰り広げられるかどうかで、うん、やはりこの、これがね、8個、要はその、ドレミファソラシドになって、例えばそれこそ、クロマチックになって、で、なってくると、12個覚えるの、まず難しいじゃん。で、しかもそれをうまく組み合わせてメロディーにしろとか、難しいから皆さん何に頼るかっていうと、フレーズを覚えるってことに行くんだけど、フレーズを覚えても、そのフレーズが使われやすい、ジャンルもわからなきゃ、リズムもわからなきゃなわけじゃないですか。そうそうそう。だから、いつまで経ってもアドリブができないっていうところに陥るのよ。だから、一番大事なのは、まずドとレだけで、自分の今想像だけでちょっとアドリブができるかっていうところをやってみよう。はい。応接がある。そうね。焦らなくていいからね。はい、リアル価値だけど。いきますよ。もちろんこれがね、まあ基本ですよ。今一番最初の基本で、はい、じゃあ今度はここにできることいっぱいあるじゃん。何があると思う？例えば装飾を入れてみたりとか。そうですね。もうあとは？あとは。まあだからそのまあリズム、装飾、あとギターを特徴的なのチョーキングとかもありますね。はい、音色変えてみたりとかも。音色と変えてみるっていうのも、まあちょっとまあね、エフェクターかけるまではあれだけど、でもまあそういうことできますよね。だからそういう風に味付けをすればいいと思うんですよ。ということでやってみてください。はい。ワン、ツー、スリー、アンド、フォー。はい。じゃあね、はい、これね、レもチョーキングしていいことでしょ。ああ、わかりました。はい。要は、今度は3音になりましたね。ドレミーって。です。そう。もうね、ギタリストに多いのが、チョーキングはチョーキングだと思ってて、その音をラにするっていう感覚じゃなくて、チョーキングすりゃいいって思ってない？ここの場所はできるみたいな。ここはありなんだ、ここはありなんだって思ってるけど、その先のメロディーはあんまり考えてないとかあるじゃん。これも、アドリブできない理由だよね。だから、ドレミーって、ミー、あ、なんか後ろに、ミーってあげて、ミーネドーっていう風にできればいいね。チョーキングも入れて、やってみましょう。ワン、ツー、スリー。ほっとした。ほっとしました。まあ、この春にですね、はい、アドリブをやっていただければ、はい。いいかなと、思います。そうですね。逆にこう、制限をつけるみたいなところですよね。そう。制限をつける。制限をつけてね、どとれだけなんて楽勝しようって思わないで、一番大事なのはね、楽曲って制限があるってことなんだよ。
がある。楽曲ね、制限だらけなの。だからこそ制限をつけるの。要は楽曲って曲のキーがあるでしょ、はいはい、テンポがあるでしょ、あの歌詞の雰囲気があるじゃん。あそうで、ね、で、どう取れるだけでアドリブできるんですよって言っても難しい。ダメ、ダメじゃん。やっぱりさ、そのメロディーに合わないとダメだよね。そのでもともと持ってるメロディーとか、必要とされてる音色とか、すごい制限だらけなの、あの曲って。あだから、まず、その制限を自分で、やっぱりアドリブする前に作ってね。その制限の中でうまく弾けるというのがやっぱりベストだね。あそうですね、はい。というわけで今日は、アドリブの基礎の基礎の基礎、ドとレだけで、アドリブをしようというのをやってみました。はい。はい、というわけで、気に入った方はチャンネル登録、コメント、高評価、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。